I just heard a shocking story. 西澤ロイの頑張らない英語。このコーナーは英語のコンサルタント兼カウンセラー西澤ロイが英語に関するさまざまな話題を取り上げたり、英語を使って活躍している方にインタビューしたりするコーナーです。ロイさん、おはようございます。おはようございます。なんかショッキングなことがあったんですか？はい、そうなんです。ちょっと、はい、正月早々ショッキングな話を聞いてしまって、はい、ちょっと聞いてほしいんですけど。何でしょう？まあ、あるお母さんの話なんですけど、はい、まあ、息子さんがいて、うん、少し前にこう結婚したんですね。息子さんがですね、息子さんが結婚して、はい、で、今年の1月2日に、うんうん、その息子さんが奥さんを連れて家にやってくると、はい、だからそのお母さんは、まあ、腕によりをかけて、はい、まあ、おせちとかごちそうで、まあ、もてなそうと思って準備してたんですね、はい、でその前日元旦は、うん、奥さんの実家に行ったらしいんですよ、うん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 、なのでその息子さんが来た時に聞いたんですね、はい、昨日何が出てきたの、うん、そしたらマック。マックってあのマックですよね。あのマクドナルドのハンバーガーとポテトが人数分あったらしいんですよね。なるほど。それはかなりなんだろう、アメリカナイズなというか、なんというか、いやと思って、ちょっとそのお母さんショックだったみたいで、はい、その、お嫁さんが、はい、外国の方とかそういうわけではなくないと思いますね。まあ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 、そうですね。どうですか、まあ、時代が変わってね、お正月もいろいろな、まあ、暮らし方があるとは思いますけどね。まあでもね、お正月早々カレー食べたりピザ食べたりする人もいるらしいですから、まあそうですね、まあ、できればおせち食べてもらいたいところではありますけどね、やっぱりその日本の文化としてね、お正月っていうのはこういうものを食べて、まあ、1年のね、景をね、楽しむもんなんだよと、まあ、でもどうなんでしょうね、これでも僕だけの意見じゃなくて、はい、もっとそのいろんな人の意見聞いてみたいですね。そうそうそう、これがありなのかなしなのかっていうね、まあね、今聞いてるリスナーの方々ね、もしよろしければまあ、ロイさんの、ね、ブログに直接でもいいですし、なんかこうツイッターなんかでね、これはありなのかなしなのかっていうのをね、一度こうね拡散してみて、こう一度集計とか取ってみたいですよね。そう、ちょっと気になりますよね。ぜひともリスナーの皆さん、お待ちしてます。はい、というわけでね、今週も頑張らない英語やっていくわけなんですが、今日も素敵なゲスト様をお迎えしております。早速、お迎えしましょう。本日のゲスト、野田クレーンの野田重秀様に来ていただきました。おはようございます。おはようございます。おはようございます。野田さん、野田クレーンということで、はい、まず野田さん、簡単な自己紹介か何かよろしいでしょうか？あ、はい、私どもの会社はクレーンを、まあ、名前通りなんですけど、はい、クレーンを扱ってまして、はい、まあ、小さいクレーンから大きなクレーンまで、うん、まあ、持ってまして、でそれにトレーラーとかトラックとかももちろんあるんですけど、はい、ただ僕がメインで仕事しているのは、はい、橋を、架けてる、まあ、橋梁ですね。お、道路とか、はい、鉄道とか、まあ、そういう橋を、まあ、架けてる、まあ、施工してるっていうのがメインの仕事をしてます。その橋を架ける仕事をされている野田さんと英語のロイさんってどこでつながるんですか？はい、あ、経営塾ですね。あ、なるほど、はい、ちょっとした経営塾の学びで一緒に学んでいて、はい、で野田さんがそのアメリカで、はい、そのちょっとカンファレンスで発表されたいと。おー、そうです、ロイさん助けてって。すごいですね、ドラえもんのごとく、ね。ね、ロイエモン助けてですね。そうですね、全くその通りです、ね。まあ、そんなご縁で、まあ、つながっているお二人なんですが、そのアメリカで、はい、マイアミでそのカンファレンスがあったということなんですが、これはどういった、カンファレンスなんですか？やっぱ橋を、はい、まあ、アメリカもいっぱい橋が老朽化してたり、古くなってて、新しく変えたり、まあ、する、また道路も新しくどんどん作らなきゃいけないんだけど、今までだと時間がかかるんで、はい、それをなるべく早くできる方法を、まあ、集めて、それを、まあ、会議にしてカンファレンスしてるっていう会議ですね。でそのカンファレンスで野田さんがその、はい、英語でその プレゼンというか、なんというか、はい、する機会があった。日本 の、 その技術力をですね、はい、その
3.5 時間で橋を架け替えるという素晴らしい技術を野田クレーンさんお持ちで、3.5 時間、うん、はい、で特許も持ってらっしゃるんですよ。はい、そうですね。はー、え、 3.5 時間なんてでも、うん、作業としては本当にあっという間の時間ですよね。そうですね、まあ、電車だとやっぱ始発から、あの終電から最後始発までの間にしなきゃいけないので、はい、その間に橋を架けなきゃいけない。はあ、そういう技術があるんですね。で、まあ、その、まあ、カンファレンスに野田さんが、まあ、英語でプレゼンをされるということだったんですが、英語自体は野田さんはそもそも喋れる方だったんですか？いや、全然です。全く。高校で言えば、はい、下から3番目ぐらいの順位じゃないですかね。もうそれぐらいもクラスでもできなかったですね。はあ、で、その時に、まあ、ロイさんと、まあ、知り合った時に、ロイさん側としてはその野田さんの英語っていうのは、はい、何回かこう聞いたりされてたんですか？いやいや、一回も聞いてないですね。おで、初めてその野田さんの英語力をこう聞いた時にどうだったんですか？はい、いや、頑張ってください。最悪でしたからね、初めての時は。なるほど。その、プレゼンの台本をですね、もともと、論文があって、うん、それを英語に訳して、はい、まあ、それはちょっとネイティブに手伝ってもらったりしてやってるんですけども、うんうんうん、でそのマイアミのカンファレンスで発表するその台本、うん、15分ぐらいの台本を僕が作ってですね、うん、はい、それを、まあ、野田さんに読んでいただくと。お、はい、もう初めはね、読めばいいからという気持ちもあったんですよ。全く違います、ね、全く読めない。まず英語が読めないっていうことに衝撃が走りましたね。確かに日本の言、うん、日本語の言語じゃないですからね、はい、うん、ただ読めばいいではないんですね。まあ、それをまあちゃんと通じるように、正しい発音だったりアクセントだったり、うん、はい、うん、で、まあ、プレゼンなんていうんですかね、そのカンファレンスで、はい、まあ、原稿を読みながら、まあ、プレゼンしていただいたという、うん、はい、そうですね。だから最近こう TED とか流行ってるじゃないですか、そのプレゼンが流行っていて、はい、でなんかこうすごいプレゼンをしなきゃいけないっていう、うん、なんかイメージって持ってる方多いと思うんですよ。はい、でもそうじゃなくて、原稿を読んでもいいんだよっていう、うん、それはなんか僕もすごい勉強になりましたし、それでちゃんと伝わるというか、はい、ちゃんと笑いも取れるんですよ。ね、野田さんがお持ちでいらっしゃるその本当に生の原稿といいますか、その時使った原稿の中に、うん、そのここで笑いが取れますって書いてあるんですよね。はい、そうです、はい、ロイさんがここで笑いが取れるからって、はい、笑いが取れますって書いてあるんですよ。すごいですね、うん、はい、ちゃんと笑いが取れるのがあるんですね、はい、うん、そこまで設計してですね。すごい。で最初野田さん、うん、グッドアフタヌーンをちょっと噛んだんですよね。そう、噛んだんです、はい、もういきなりもう緊張してて、グッドアフタヌーンが噛んじゃって、はい、あーやばいと思って行くとすぐそばにここで笑いが取れますってあったんですね、はい、つかみがあるんです。そこでやっぱざわって笑ってくれるんですよ。それで伝わってるからいけるんじゃん、ちょっと思って、はい、ちょっとそこからはちょっと気を楽にして、まあ、読み続けようと。もうロイさんの狙い通りじゃないですか。ロイマジック、ロイマジックですね、これ。ですよ、すごいな。でもその後の、まあ、プレゼンというのは大成功といいますか、うん、はい、そうですね、最後まで、まあ、最後まで噛まずにいけたと思いますね、うん、あれだけ前の日噛んでたのに。そうですよね、前日もちょっと発音怪しくなありましたね。ありました。もう本当に前日のギリギリまでもうロイさんのチェックが入りながらの、はい、そうです、そうです。でどうでした、本番を聞いたロイさんとしては。いや素晴らしいなと。4箇所笑いを仕込んでおいたんですけど、はい、5箇所取れてです。本当にありがとうございます。多く余計に取れてるじゃないですか。そこは予想外だったんですけど、すごい。でちゃんと最後も笑いでしまって、で、はい、いい感じで。なるほど。はあ、で実際その英語でそのプレゼンをするっていうのは初めてだったと思うんですけど、どうでした、はい、手応えとしては。もう手応えというか、もう本当緊張だったんですけど、はい、まあ初めやろうと思ってた自分がなんかよくやろうと思ったなと思ったんですけど、まあ最後終わってみてね、本当よかったなって思いましたね。いやでもお話聞く限りだと半年間ぐらいですか。はい、そうです。その英語、それまでは全く英語が全くですね喋れなかったのに、もうまあ原稿ありきではありますけどプレゼンができるまでになったそうですね。ということですよね。ロイさんの本、頑張って英文法の本ですね、はい、まあ、読んで初めて、ええ、英語ちょっと僕はやっぱり理系の人間なので、はい、英語やっぱり暗記だと思ってたので、やっぱり
諦めてたんですね、はい、でもあれ読んでると、あ、前置詞ってこういうふうに使うんだなとか、いろいろあの自分が思っ不思議に思ってたことがちょっと分かってきて、はい、あ、ちょっと英語あ並びも、まあ、もちろん主語が来て動詞が来るで分かってたんですけど、うん、まあちょっとなんとなく分かるようになって、うん、いやこれはちょっと行こうかなと思いまして。お、すごいですね、頑張らない英文法。いや、あの野田さんかなり頑張られましたねえ、なんかその話によると、まあ、ロイさん の, その教材の一つで、そのロイさんが実際喋ってるのをその繰り返し繰り返し野田さん聞いてたっていうこと で,、はい で, ね、はい、で実際その喋るときにロイさんの声が後ろで聞こえてくるぐらいって、うん、あのまあ、確かにこれもらったんだけど、はい、まあ、実際喋ってる人の声が聞こえないと練習もできないじゃないですか、うん、ですね、一応ロイさんが録音していただいて台本を全部吹き込ん で, で、はい、それをもう毎日聞いてたんです、はい、うん、車の中、バイクの中、電車の中、はい、そうするとロイさんが後ろから喋ってるんですよね、うん、何も聞こえないはずなのにそうなんです、はい、すごい。でもそれだけ、まあ、野田さんの中にこう体に落とし込まれたというか。そうですね、それでも噛みますからね、難しいですね英語は、はい、まあ、でも、まあ、噛むのもある意味個性といいますかね、まあ、ありますよね。うん、いやでも半年でこれだけ上達するっていうのはどうですか、うん、その教えている身としては。いや、あの本当頑張っていただいて結果が出てよかったなっていうのもあるんですけど、あと僕が非常に勉強になったのは、はい、例えばなんですけど僕がその海外でプレゼンしろって言われた時に、トイック満点持ってると原稿読むだけっていうわけにいかないんですよね。おお、そこにプラスアルファが必要になってくるわけですね。そこになんかプライドというか、なんかこうトイック満点持ってるのに読むだけかよみたいになるとすごいこう悔しいじゃないですかなるほど。だからそこって自分で逆にこうハードルを上げてるなみたいなのがすごい思わされましたね。だから僕あの海外で英語でプレゼンしたことないですからね、はい、あらまああの大学の授業でぐらいはあるんですけど、そんなカンファレンスでとかないですからね。おー、いつの間にか先生を一歩リードしてますよ次はあれですね、あのロイさんが海外でプレゼンをするときには野田さんが心構えを教えてあげる。え、原稿読んでいいですかいや、ここでね、僕の時は実際笑いが取れましたからみたいな。いや、逆転現象が起きるかもしれない。そうですね、ロイさん楽しんでとか言われそうですね。ロイさん楽しんでそうですね、うん、いや、まあ、それはそれで楽しみな気もしますけど、まあ、そんなね英語のプレゼン大成功だったわけなんですが、まあ、これで1回成功すればなんかこう次につながっていくような。そうですね、またね、ちょっと場があればチャレンジ、ネタがあればチャレンジしたいなとも思ってますけどね。はい、なんか結構その、うん、まあ、ロイさんのブログでいろいろ載っていたんですけど、結構その後ろ向きな部分もあったみたいな話を聞きましたけどそのなんか返事が来なかったんで、まあ、今回はなしでいいかなみたいな感じ で、ね、思ってたっていう話を聞きましたけど、最初あのこの論文が採用されるか採用されないかっていうのを、まずアブストラクトっていうのをロイさんに作ってもらったんですよ。抜粋ですね、抜粋、でそれを作ってもらった時に OK が出て、それに対して、はい、あのメールの返信をちょっとし損なったっていうか、やっぱ僕英語でメールが来た時に読み切れないから、はい、そういうこと書いてあることがちょっと落としてて、Google の検索かけたんですけどね、はい、落としてたんですね。でロイさんにちょっとあの返信してないからダメかもしれないってちょっと思って、まあ、ちょっとほっとした気持ちがあったんですけど、はい、ロイさんがいや僕がちゃんとメール返信しますからきちっとやりましょうっていうことで、あ、分かりましたっていう、ロイさんが背中を押したことで今、はい、でね、この結果が生まれたわけですね、はい、でも本当そのカンファレンスでほとんどアメリカ人なわけですよ、うん、はい、で他の国から他の国アジアとか来てるのは韓国人が2組と日本人1組だけで、うんうん、おその中で堂々と、うん、そうです。あとアメリカ人が笑ってくれるっていうのに、うん、カンファレンスの舞台で笑ってくれるっていうアメリカのそのね雰囲気にちょっと僕もびっくりしましたし、はい、関心もしましたね。あ、なんだろう、そのカンファレンスっていうと結構お堅いようなイメージがありますけど、うんうん、実際その場としてはお堅い場ではあったんですか。そうですね、あ、それでもやっぱりその会場を温めてくれるというか、はい、
なんだろう、そういう気質なんですかね。やっぱりユーモア大事ですからね。いやまあそのね、カンファレンスのお話まだまだ聞いていたいところではあるんですが、まあ、そろそろお時間の方が近づいてまいりました。野田クレーン そのホームページですね、はいはい、の方で結構頻繁に更新をされていらっしゃるようで、はい、はい、まあ、その更新しているものが、頻繁に更新してますんで、はいはい、ぜひともね、こちら野田クレーンで検索していただくと出てきますのでね、はい、今回の件も載ってますか。あ、ちょっと僕チェックしずいばい、今後、ね、はい、アップに期待といいますか、はいはい、まあ、あと僕のブログの方に、はい、あの野田さんのインタビューとかも掲載してますんで、はい、ね、まあ、あの時どうだった、ね、マル秘エピソード的なものも載ってるかもしれませんのでね、はい、ぜひとも見ていただきたいと思います、はい、では最後に、リスナーの方に野田さんからメッセージを一言メッセージいただけますか。はい、そうですね、英語は全くできない、まあ、僕でも一応喋るというか、まあ台本ありますけど、はい、まあ、そういったアメリカに行って喋ることもできますんで、はい、本当、まあ、僕も本当にできなかったんでよくわかりますんで、はい、頑張れない英文法をまず読んでもらって、はい、特に理系の方には僕はおすすめだと思います ね、はい、ね、理系の方にもおすすめということでね、ぜひとも頑張らない英文法皆さん読んでいただきたいと思います。というわけで本日ゲストに来ていただきましたのは野田クレーンの野田重秀さん、来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。では最後にロイさんから告知を、はい、お願いします。ですね、はい、頑張らない英語学習法、頑張らない英文法ときて、はい、この3冊目のシリーズ、はい、頑張らない基礎英語というのがですね、頑張らない基礎英語、はい、2月に出るんです。はい、でですね、あの、はい、この表紙当てクイズをちょっとですね企画として今考えてまして、表紙当てクイズ、赤くて、で次青くなって、はい、じゃあ今度何色だろうみたいな、であとこの枠の形とか、はい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 、女の子がですね、寝そべってたりするんですけど、この女の子がどんな姿勢になるだろうっていう、これをちょっとですねぜひ皆さんに当てていただきたいなと、はい、僕もどうなるかわからないので、まだ決まってないんですか。そうです、そうです。おこれはじゃあ まだ誰もわからない、そうなんです、答えがまだない状態で、はい、みんな予想するっていうのはちょっと面白いですね、これは、はい、ぜひ一緒にこう本を作るみたいな感じで遊んでいただけたらなと、はい、で表紙当てクイズっていうことなんで、プレゼントがあるということでね、はい、まあ、数々の豪華景品が、ね、はい、抽選でプレゼントということなので、ね、かなり抽選の当たる確率高いと思うので、おこれはぜひとも皆さんね、表紙の色、枠の形、女の子の姿勢、はい、この3つのポイントですね、はい、これを、明記の上、まあ、送っていただければというところですね、うん、で豪華商品については、こちらロイさんのホームページでしたりブログ、ね、の方で、確認していただきたいと思います。そうですね、どんな表紙になるんですかね。そう、順々の予想をちょっと聞かせてもらいましょう。そうですね、まずは、表紙の色ですね、赤青ときたら黄色すかね。あ、なるほどなるほど。はい、あ、来たりですみません。いやいや、枠の形は、枠の形黄色ときたら、なんだろうな、でも四角丸ときてますからね、ここで三角っていっちゃうかな、まあ、三角にしときましょう、はい、じゃあ女の子は、はい、女の子は三角なんで、滑り台的な感じでこう滑ってる感じで、おお、なるほどなるほど、はい、いいですね、というこの3つで僕は応募したいと思います。はい、はい、ありがとうございます。こちら応募の締め切りが1月31日までとなってますのでね、皆様ぜひぜひ、どしどしご応募いただければと思います。そして、まあ、先ほどから、ね、出ている頑張らない英語学習法、そして頑張らない英文法、こちらね、どちらも、朝出版から、出版されておりますのでね、まあ各本屋に行っても未だにこうね、結構出てから経ってるんですけど棚に、ね、はい、置かれているということでね、ベストセラー、なりますのでね、ぜひとも皆さん見ていただきたいと思います。というわけで本日は素敵なゲスト様をねお迎えしてお話をお伺いしました。そして頑張らない基礎英語の表紙当てクイズもね、盛り込んだ回となりましたので、はい、というわけでお送りしました西澤ロイの頑張らない英語、お送りしましたのはナビゲーター上村純と西澤ロイでした。 Thanks a lot for listening. See you next month on Valentine's Day. Bye bye. Bye bye. 西澤ロイの頑張らない英語、
次回を見逃さないためにチャンネルにぜひご登録ください。